いやどうもこんにちは、バンでございます。夏真っ盛り、暑い。今もね、エアコンが、このエアコンなんか高性能すぎるのか、勝手におとなしくなってしまいますね、最初前回のに。さあ、今日はですね、タイトルの通り、ニコン Z6 をお友達からお借りしましてですね、最近仲良くしている B 鍋さんという方がいらっしゃって、借りました。まずは置いてくんで使ってっていう、非常に魅力的なオファーで、見えるこれ、ほら、いつも通り。イエーイ。これレンズ何がついてるかというと、これ FTZ だっけ？そう、F to Z、 Z マウントを、逆逆、F マウントを Z マウントに変換するアダプター、純正のやつね、があって、そこに、F マウントのコシナツァイスのプラナー 50mmF1.4、 プラナーの、そう、 50mmF1.4 の ZF2 ですね、 CPU 乗ってるってやつね。それをくっつけて、その状態でお借りして、純正レンズも何本かあるんだけど、プラナの写りが一番馴染んでるので、ボディの違いが分かりやすいかなということで、その2つセットでお借りして、今日の昼間1時間ぐらい暑いから、ささっとスタジオの周りを散歩してきましてですね、その写真を、と共に皆さんにニコン Z6 こんな感じだったのっていうのをお知らせしようと思っております。なんかね、人物撮れてないんだよね。なんかどれぐらい人肌に対して反応はどうなのか分かんなくて、いつも通りの、ガリガリとか葉っぱとかそういうのばっかり撮ってます。で、そもそものカメラの使い心地からすると、グリップすごくいいね。ここが深いのでよく引っかかる。で、ここ中にこうクポって、ね、いい感じに引っかかるところがくぼみが作ってあって、非常に持ちやすい。で、僕からすると、僕手ちっちゃい方なので、ニコンってかなりでかい作りになってるんですよね、グリップとか何でもかんでも。で、非常に手に余るぐらいで使いにくいって意味じゃなくて、いい意味でね、使いやすいなっていうふうに思いました。で、ボタン配置が正直こうやって構えた時にもうちょっと近づいた方がいい。よいしょ、おう、ガツンつった。よいしょ、こうやって構えた時に、シャッターボタンがここに、電源シャッターボタン、電源、ここレバーね、レバーでシャッターボタンがあって、動画の録画ボタンがここにあって、 ISO 感度変更ボタンがここにあって、ここを押しながら親指グリグリね、ここに露出補正ボタンがあって、ここを押しながらグリグリで、他はですね、ニコン機ってたまに使うんだけど、もうびっくりするぐらい分かんないんですよ。だから今回とりあえずお借りしたまま何もいじらずに、ピント拡大だけ教えてもらってね。ピント拡大、これさ、ニコンすごいなと思ったのが、見える？ここにファンクションボタンがあるの。ファンクションの1、2って書いてある？そう。ファンクション1、2って置いてあって、カメラ構えるじゃん。構えたこの指の指先でクッて押せるの、ここ。で、こっちの薬指側かな？確か、多分ビーナベさんがアサインされたと思うんですけど、ここに拡大機能が割り当てられてて、構えた状態でクッて、こう、薬指を押すと、拡大されるの。びっくりした。これ便利ね。で、その状態で、何も問題なく、手ブレ補正も別に昼間だったから、ファインダー像がよく止まるなって感じですね。EOS R は一眼レフに戻ったような気分で撮ってますんで、手ブレ補正ないから、内蔵がないから、撮ってまして、いいじゃん、いいじゃんと思って、やっておりましたらですね、一個だけ問題があって、ファインダーの中での表示と、背面液晶の、その露出の表示が全然違って、こいつは困ったなと思って、メニューをいじってヒストグラム出して、で、ヒストグラムを頼りに撮っておったんですけども、ひょっとすると B 鍋さんの設定が特殊なのかもしれない。わかんない。ごめんね、リセットしてないからよくわかんないんだけど、液晶が、要は暗かった。晴天を郊外で見るとえらい暗くて、何これ、しかも綺麗に暗いもんだから露出ドアンダーじゃん、やばいやばいと思うんだけど、それをもう一度 EVF で見ると、あれっつってヒストグラム通りにちゃんと見えるなって感じですね。で、露出補正についても、なんかね、絞り優先モードで撮ってみたんですよ。そしたらね、露出、要はさ、そのマニュアルモードで撮っても、絞り優先モードで撮っても、デジタルカメラだから撮影画像は見られちゃうでしょ。だから露出計を持ってこうやって測るわけじゃないから、自分が撮影直前に撮影した画像をこうやって再生ってやって見た時に、ヒストグラムとその液晶の写真の明るさの見え方によって、露出判断しますよね。大丈夫かどうかって判断するんで。そうやって判断するときにね、背面液晶で見ると、とにかく背面液晶自体がコントラストが低いのか、設定の明るさが暗いのかよくわかんないけど、とにかく暗くて、あら、どうしたのっていうんで、EVF で見ながら、
判断してましたけども、EVF で見ると爽やかに明るいんですよ。だからね、その辺もあってこう露出大丈夫って思いながら、 EVF で見ると一応ヒストグラム通りっぽく見えるんだけど、撮影段階ではかなりオーバーめに撮らないと、感覚的にねオーバーめな感じに見えるように撮らないと、なんかねこう合ってない感じがして、こいつは危険だなって、まあ使い絶対慣れたけどね、というふうに思いながら撮っておりました。でその他の操作感については何も問題なく、あ、これ面白いのはさ、あの EOS R ここにあるんだけど、 EOS R は電源ボタンが、カメラこうやってますでしょ、 EOS R 電源ボタンがこっちね、電源レバーっつうのボタンっつうのなんていうのノブが左側についてて、こっち側には特に電源関係ないんですよね。で再生が右下についてるから、電源入れるときは左手を使わなきゃいけないんだけど、それ以外のときは再生とかについては大体右手で収まるんですよ。ほぼ右手で OK だね。だから結構ね、右手だけ持ちでもちょっとあっつって、こうなんていうの、名古屋弁か分かんないけどダダクサな感じでこうあっていうときがあるんですよ。ホールドがいい加減でまとっちゃうみたいなときがあるんだけど、ニコンはね、もうガッチガチに両手持ちが前提っていう設計をされてるのがすごく面白くて、なんでかっていうと、さっき言ったファンクションボタンはきっちり両手で持ってないと指届かないようなところにあるし、あと何、電源ボタン、電源レバーは右手のところに、人差し指のところにレバーがあるんだけど、再生ボタンは左肩なの。だからそのあたりでもやっぱりそのメーカーの思想っていうのが本当もろ出て面白いなと思って。で EOS R RP ね、 EOS R、 まあ R と比べようか、 EOS R とニコン Z6 を比べた時に、どっちもね、どっちも使いやすい、別に OK な、全然 OK な感じ、グリップがいいから全然 OK な感じで、 FTZ もさすがメーカー純正だけあって、メーカーで、ね、ニコンにしてもキャノンにしても、まあ、大したもんですよね。ある意味当たり前かもしれないんだけど、メーカー純正のアダプターがちゃんとまともに動くっていうのは素晴らしいですねっていう感じがしましたね。あ、ごめん、オートフォーカス試してないよ。オートフォーカスまたね、なんか機会があったらと思います。今日はあのニコンのレンズじゃなくてザイスのレンズ使っちゃったんで。ほんで、あとそこの、それ以外のね、ごめん、細かいところについては全く試してなくて、あとはなんだろう、僕が、あの、ソニーカメラをずっと使っていた割に、ソニー XQD を初めて使いましたっていう。だからね、XQD リーダーを、あの、ビーナベさん置いててくれたんだけど、僕ね、以前、あの、ワークショップの生徒さんに、あの、スタジオで、代々木の時かな、ワークショップやった時に、やばい、XQD リーダーがないっつったら、あの、生徒さんのですね、なんて言うんでしょう。あの親さんにですね、これあの後でいただきましたですね、ありがとうございます。ちゃんとお礼が言ってなかったけど、使ってるよ、ありがとうございます。っていうか、ね、今日ごめん、初めて出番が来ました。これだって本当 SD とか何にも他なく、 XQD のためだけに作られたね、あ、 USB、 あ、こっちに USB3.0 のやつがついてましてっていう形なのでですね、初めて役に立ちました、ありがとうございます、イエーイ。で、パソコンに取り込みました。取り込んだので、ちょっと今度、キャプチャーでよいしょ、見てもらいましょうかね。ちなみに、プラナー ZE コシナツアイスのプラナー 50mm はニコンバージョンと ZE バージョン、キャノン用ね、ニコン用キャノン用で、それぞれ、絞りもピントもヘリコイドも向き逆です。なので僕は非常に最初の10分ぐらい、うわ気持ち悪ってなったけど、意外とね、その意外と慣れるもんで、どっちかっていうとね、望遠ズームのズームが逆の方が結構慣れないですね、ズームリングね。ピントリングは意外と慣れちゃうなと思って、そういう感じでしたね。さあちょっと待ってね、キャプチャーの準備をして、画面キャプチャーで皆さんとね、写真を見てみましょう。さあそれじゃあ、実際に撮った写真を見ていきましょうか。見えてるよね、見えてるね、大丈夫だね。最近配信よくやってるからね、OBS スタジオを使い慣れております。さあですね、プラナー 50mm F1.4 を取り付けて撮影いたしました。でこれなんで同じのが2枚ずつあるかというと、 JPEG で撮ったのも見たかったからですね。ていうか JPEG プラスローになってたから、そのまま撮っただけなんだけど、JPEG だけあれしようか、 JPEG だけ、ちょっと待って、これ最後まで JPEG 撮ってるね。うん、 JPEG をなんか色つけようか、 JPEG のみにして、大丈夫だね、にして7とかにしとこうか。 JPEG 黄色で、見てみるとですね、このあたりね、 JPEG が先でその後ローが来てるんですよ。NEF、 そうニコンといえばローが NEF でですね、この辺も分かりづらい、別にカラーチャート撮ったわけじゃないから、どの辺から分かりやすい、この辺から行ってみるか。
あ、そう、さっき一瞬だけね、最初の方をちらっと読み込んだ時に見て面白かったのは、これね、JPEG の、現像パラメータはスタンダードでやっております。まあ、借りたまんまなんだけど、スタンダードでやってまして、ローと、こっちローね、ネフ、あ、そっか、ちょっと待ってね、デスクトップそのままキャプチャーするわ。デスクトップドン。で、これ見えたでしょ？左上の、これが見えたと思います。ネフを、そのままライトルームで開いた時の素の状態ね、これ。と、まあ、素の状態ってのちょっとコントラストがあって、ちょっとシャープネスかかってんだけど、まあまあまあ開いた状態と、JPEG 撮りしたやつを比べると、これ、微妙だよ。JPEG、ネフ、JPEG、ロー、JPEG、ロー。JPEG が、この辺とかこの辺、ちょっとハードな感じになってません？これ多分ね、明瞭度上げなのかな？に近い感覚ですよね。ちょっとやりすぎたね 初期状態に戻して、明瞭度10ぐらいにしてみると、あ、なんとなく近い感じですね。この、ふわってフリンジじゃない、フリンジまでいかないんだけど、ふわっとフレアっぽいのが出てるのが、頑張れ、これ画素数はそう大したことないはずだ。ふわっとここにフレアっぽいのが出てるのが、ビシッと抑えられてるんですね。面白いですね。っていうのがね、これやっぱニコンってもともとハードなイメージがありますよね。絵がハードなイメージがあって、ほんとそのまんま。で、JPEG の現像した時に、スタンダードですらもういきなりちょっとかっこいい感じになっちゃってるっていうのが妙に、いや、ニコンらしくてね、俺やっぱもともと本来はニコン使うべき人間なんだろうなってつくづく思いましたね。この辺も JPEG& あ、これね、撮ってる時は EVF に任せてこんなもんだろうっつって露出決めて撮ったら、えらいドアンダーに見えて、まあヒストグラム的にも全然、ヒストグラム的にね、撮ってる時はね、この感じだったら、これぐらいまでは持ち上げるかな、いつも撮ってる段階で持ち上げるというかね、これぐらいだから一段近くアンダーに撮っちゃったんですね、イメージしてたのように。それぐらい EVF も明るく見えるし、でもその後撮ってみた背面液晶で見た時にはドアンダーに見えたんですね。非常に危険な感じがしました。で、これが JPEG の、これがローですね。ああ、なんか JPEG すごく素直で扱いやすいですね、やっぱり。で、ローはローで、デモ在庫をライトルームさんが改めて解釈し直しているってことなんで、なんて言うんでしょう。ライトルームの解釈になってるんですよね。このカメラ標準バージョン2とか、カメラ標準アドビカラーとか、最初に昔はプロファイルのここ、キャリブレーションの中に入ってたんですけど、最初にその RGB をどう解釈しますかっていうのを一応ここで決められるんですよね。というかもう決めざるを得ないんで、で、ライトルーム講座じゃないからですけど、久しぶりだね、ライトルームやのね。という感じでございましてですね。まあ、とりあえずなんだろう、Adobe カラーにしちゃうか。Adobe でやってるし。って言って見ていってみましょう。で、露出をちょっと、アンダーじゃんって言って、もうちょっと明るめに撮ったのがこれですね。JPEG、同じやつの JPEG。ちょっと緑が強いね。はいはい、ローになってますね。ちょっと、この辺からね、モノクロ化してみるとどうかなというのと、ZE のプラナ50mm は持ってないっつうか、そのうち多分買う方になると思うんですけど、ZE のプラナ、まあ、プラナーなんで、古典的なプラナーなんで、結構写りは想像つくんですよ。その感覚で見てみると、画素数これ、一瞬これ本当に2400万画素あるのっていうぐらい、線がぶっとい感じの写り方してますね。力強い。で、いつもニコンに対して思ってることなんだけど、例えばこの松の枝の改造の仕方とかは、ソニーの方がもうピッキピキに来るんですよ。ただ、縮小した時にそれが必ずしもいい感じに働くかって言って、別にそうでない場合も多いんで、なんて言うんでしょうね。いつも全力で繊細に細かくカリ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 っていう表現をしたからといって全ていい写真になるかというと、そういうもんでもねえなというのが僕、まあ少なくとも僕の解釈なので、このニコンの失礼、ニコンの写真って縮小してみた時は、なんか力強くないです？グイグイ来る感じがしません？岩みたいな、和尚みたいな感じがするんですよ、いつも。なので、こういうもの、今これ JPEG ね、JPEG、CV、JPEG、ローって見たときに、例えばさっきと同じように Adobe カラーね、Adobe カラーにしてみましょうってやったときに、ローはね、なんかこうちょっと、
中途半端な感じがするんですけど、 JPEG はもうニコン、なんか余分な雑味がなくてすっきり、そして渋めに振ってます。で、写りとしてはハードです。これ確か α7-3 と同じセンサーでね、 α7-3 のセンサーって、でしかもプラノは 50mm で、あのヤシコンじゃないや、あそこの何コシナのやつってもっと線細いんですよ、線、あのレンズとしては。だから結構ゴリゴリのゴロゴロの強い写りになってて面白いなと思うんで、こっからシャープネス手を入れてみると、ちょっと待って、なんでシャープネスが半径2でかかってんの、これもうローの時点でこれ指定かかってんの、面白いな。それをですねリビールしていきましょうですね。まあいつもねとりあえずシャープネス50ぐらいなんで、50この辺見てるとさ、50超えてくるとやっぱりジャギーがちょっと気になるんで、まあ言って60ぐらいなんですよ、いつも。55にしとこうか。で、半径をさっき2ピクセルだったんだけど、これを一番繊細に映るセッティングどんなもんだろうっていうことで、最初 0.5。そのまま勘だよね、このまあ1ピクセルでいいか。1ピクセルか 0.8 ピクセル。ぐらいでかけていくのがまあシャープだね。あ、繊細な感じにちょっとね、あとはディテールを見ていくと、ディテールを上げ上げだとどうなんだ。あ、ディテール結構上げると気持ちいい感じになるな。まあさ、ニコンの絵をニコンじゃない感じにしてもしょうがないからね。ニコンの写真ってやっぱりその、ニコンの写真で撮ってる人の写真って、こういうふうにこの辺ちょっとわかりづらいと思うんだけど、ゴリゴリ強いでしょう。で、それをそのまま、シャープさが足りないって言って この状態のままシャープネスを上げていく傾向にあるんで、目にこう何だろう、ジャギーが強い感じのエッジだけギリギリ立ってる、エッジっていうのはこの間言ってたのはレンズのエッジじゃなくてロー現像の話ね、そのロー側 の現像パラメーターとしてエッジを縦にいく感じ、ジャギーになっちゃう感じだよねっていう風になっているのがよく見受けられるので、そういうのがニコンのあまりロー現像得意じゃない人の絵のイメージなんですよ。でも元々のセンサーの性質として、あといいレンズくっつけてれば、ニコンのレンズね、ニコンのレンズも線太めなんですよ正直。だからそれと比べるとね、結構繊細にもできちゃう。でシャドウがね、わざとこうベトってしてこない感じは非常に好感持ってますね。センサーね、ソニーセンサーっていうのがあるんで、あと色ね、ちょっと妙に緑が濃い感じがするな。ホワイトバランス正確なんだけど、ちょっとこのパラメータコピーしようか。いっぺんね、ちょっと爽やか。あ、露出は変えなくていいかな。っていうほど大したことやってないね。シャープネスだけだね、ほとんどね。他の写真を見てみよう。これが JPEG。これが RAW。大したもんだなぁ。RAW の時点でもう出来上がってる感。で拡大して見てみると、まあ等倍がね、等倍が趣味っていうわけではないんですけど、ここにピント合わせ6600V、すごいね。でさっきのパラメータを当ててみよう。ほぼシャープネスだけのイメージですね、な感じですね今何喋ったか自動初期みたいなです。まあちょっとフリンジできるな、出てるな、ご愛嬌ってことで、はあ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 、なるほどって俺が一人で納得してもしょうがない。モノクロ、シャドウがべったりいってないんで、すごくいい。あ、モノクロいいね、やっぱり。で、これもあのプリゼットの中にシャープネスこうやってかけちゃってるんで、これはあのゴリゴリ目っていうことで半径デカめにしてるんだけど、それでも元々の半径2ピクセルでかけるのと比べると全然細い。これまあ微妙な違いだから、動画で伝わるかどうかっていうのはあれなんだけど。っていう感じですね。あとそうそう、ガリガリのものも撮ろう。ドーン。今のコピーペーストしました。現像パラメータ。最近モノクロばっかりやって、モノクロばっかり興味があるからね。あ、結構ピキピキ来るね。なるほど、なるほど。いいですね。あとはトーン表現としてどうなのか。いつも使ってるモノクロのベーシックのプリセットを当ててみて、そこからトーンカーブで追い込んでいってみるとどうでしょう。これほとんど単にコントラスト上げてるだけなんですけど、はあはあ、追従しますね。
α7-3 よく似てる。 α7-3 ね、ちょっと描写硬いなっていう印象でしたね、あの借りて使った時に。そのまんまですね。あ、これ今さっき作った最初に作ったやつ、パラメータ割り当てたのね。頑張れ俺のライズン。綺麗綺麗改造してますね。ああ、ニコンの JPEG 作りやっぱうまいですね。ちゃんとソニーのセンサー買ってきてもちゃんとニコンらしさですよって。今日本語変だな。ニコンらしい絵っていうのは我々こう考えてますみたいなのをちゃんと出してきてる感じが。そうそう、反射物も撮ってる、ホトヨドバシ的なところを撮ってる。これと JPEG、 これちょっとアンダーだったね。そもそもその前の写真でオーバー目だったからアンダーに撮ったと思ったんだけど、見た目ほとんど変わんないな。あ、逆か、アンダー目だったからオーバー目に撮ったって感じ。これニコンのスタンダード JPEG で、こっちがローなんですよ。ローの方が結果的にシャドウ持ち上げられてないから、ローの方がコントラストが高いですね。なんとかオプティマイザー、オプティマイザー、オプティマスプライムじゃないよ、なんとかオプティマイザー的なのがシャドウを容赦していないので、こういう描写になってるんですね。だからさ、ニコンってやっぱ良くも悪くもハイライトがちょっと寝てる感じの、でもライカみたいなふにゃっとしたイメージじゃないんだよな。なんかこう、なんと表現したらいいかわからないニコン的な感じだと思うので。あ、なんか変な操作した。線が太い、ゴリッとしてるねですね。まあ、その最近僕のトレンドでもある立体感というと、裏面照射型のセンサーってどうしても色が塗り絵感が出てしまうんで、逆にいいとこいっぱいあるんだけどね、高感度に強いとか利点はいろいろあるんだけど、最近僕が求めているものとは微妙に方向性が違っちゃってるので、そうグッとくるものではないですが、むしろニコン、これニコンの JPEG ね、ニコンの JPEG の出来の良さにびっくり。こんなにいきなり写真になっちゃうならJPEG おじさんたちが俺は JPEG でって言い張るのもわからんでもないな。でも結局ね、ニコンが作ってくれてるだけだから、それをカメラの中でロー現像してもらってるだけだから、別に撮ってる人の手柄とは俺正直あんま思わないんだよね、そういうのは。またこうやって敵を作ってねというふうに思うんですよね。だから楽しみっていう意味では全然 JPEG 撮りまでにしときます、時間ないしっていうのもあるよ、まあ、当然あるよ、そんなものは。みんなそれぞれ事情があるから。でもね、そのロー現像なんて逃げだとかって言い出したら、おいちょっと待ってっていう話になるわけで、それはこの辺のことを一通りね、 やってりゃ、ニコンの JPEG いいね、すごくいいね、これロー撮ったままね、これニコン JPEG、 ニコン JPEG いいな。しかもニコン JPEG さ、カメラ標準 V2 って言って、あのカメラ内現像でのスタンダードね、それをシミュレーションしているはずなのに、なんかライトルーム色になっててちょっとベタっとして重たいでしょ、に比べてカメラ内 JPEG 非常にいいですね。前はね、いっぺんこうキヤノンを最初にキヤノン使った 5D2 とか 6D とかの時代に、あまりにもカメラ内 JPEG がいいやつ、キヤノンもやっぱうまいの、そういうのがあってローでシミュレーションできないかなって思ったけど、結局なんかうまいこといかないからやるだけ無駄だなと思って途中でやめましたね。あのローで撮った時はローで撮った時のそのロー現像するからこそのいい画質を目指していかないと意味がないと思ったんで、もちろんこの辺のプロファイル使えるものが、あ、優しい、使えるものがあったらどんどん使うといいと思う。ああ、アドビカラー結構いいな、やっぱりいいやねというふうに思うんですけど、ソニーの裏面照射型のセンサーでこんなにいい感じに緑色が出るんだなっていう感動が今ありますね。素敵。線がちょっとゴリゴリしちゃ、これなんか手ぶれ、手ぶれじゃなくてかすれ、微妙に手ぶれしてるね、これ。ちょっと撮ってる時体勢が不安定だったんです。なんだろう、いいね、ハードモノクロいいね、こののれんね、のれんのシミが大変素晴らしいです。これも大丈夫か、あー面白いね、写真によってシャドウがブチャっていきそうな、コントラスト高くなっちゃってるやつもあれば、これ見ると ここね、
ここを比較するとローの方がここコントラスト高い、より暗くなってるはずだね。ヒストグラム的にもそうだね。こう暗くなってるんだけど、ここについては中間調よりちょい多分アンダーだと思うんだけど、ちょっと真ん中か、パーセンテージで言うと45%、30%、こっちが45%ぐらいの明るさで、こっちが30%ぐらい、31、2%ぐらいの明るさなので、こっちが本当ど真ん中のグレーのようですけども、ここの面で比較すると JPEG の方が暗いのか？どっちだ？ JPEG の方が暗いですね。ちょっと待って、これ全体的に JPEG の方がコントラスト低いんだね。単純にコントラストが低いっぽいな。え、なんで？ちょっと待って、でもこれで見ると必ずしもコントラストが低い絵だなという感じはしないな、ローの方が。だからその辺のですね、トーンが単純なコントラストの高い低いじゃなくて、トーンの分布をメーカーごとにどこをどこに割り当てるかっていう、そのまさにそのトーンカーブ的なところを、ローゲンズを、カメラ内ローゲンズをね、の時にメーカー側の意図でやっているはずなので、そのあたりをですね、分析していくのは非常に面白いだろうなと思うんだけど、僕はいつも、もう全然 JPEG 撮りしないので JPEG 撮りしても結局使わない、僕自身はね、使わない、使えないっていう意味じゃなくて使わないんで、今日も珍しくやってますけどね。あと最近キヤノンの忠実設定、いつもは忠実設定で撮ってるんですけど、ローで撮るときにあれで撮っていくと、その露出の基準が分かりやすいんで、それで撮って、あ、かっこいい、ニコン。あ、ごめん、しかもこれ JPEG にかけちゃった。ローにかけるとどうだ。なるほど。これね、ライトルームすごいのはね、JPEG に自分が作ったロー現像用のこういうプリセット当てても、結構ローに当てたみたいなかかり方をするように最近のバージョンになってきましたね。素晴らしいですよ。ここからさらにもうちょいっとだけシャドウがビチャーというぐらい欲しいですね。いいでございますね。こんなとこかね。ガリガリ系。あ、そうそう、ステンレスとかどうなんだろうと思ってこう撮ったんだよね。モノクロばっかりであれですけど。おー、いい。2、3、ドン。あー、よく映る。これあれだもんね。ディテール、シャープネスを初期化すると、やっぱ半径2だとゴリッとしたもっと太い感じになるもんね。このヘアライン加工、ヘアライン加工までいかないのか、これ。一応ヘアラインだよね、多分。このサーって入ってる感じが好きで、エスカレーターよく撮るんだけど その細かさはやっぱり半径下げちゃった方がいいね。はいはいはい。はいはいはい。ってな感じですね。あとどの辺だ？あ、この辺か。これピーキングで合わせてみたんだけど、ピーキングどの辺だろうな。写真で見るとこの辺に、あ、一応、ふわっと来てる、絞り F2 なんで、さすが球面修正を残してやる。F2 ではまだまだ残るんですね。ああ、なるほど。これ、そう、こういうの撮ると、緑の解釈がね、違うのが分かって面白いですね。JPEG めっちゃいいですね、これ。ああ、素晴らしい。ちょっとローになるとわざとらしいというか、ちょっとソニー臭い緑が出てくる感じが。ああ、これローね。ローの。ああ、ニコン JPEG めっちゃいいわ、これ。JPEG だけでいいじゃん。しかもホワイトガラスオートだからね、これ。うまいなあ。これ、緑にだいぶ引っ張られてるから、例えばホワイトバランス戻しちゃって、で、わざとらしい緑。このロー画像から僕がいい感じにちょっと、って言ってもね、あんま慣れてないんでね、ニコンのロー自体に。どこをいじるからどうなるっていうのが、写真によって、そのセンサーによって結構違うんで、黄色いか。実にキリキリ。面白いな。プラナーっぽい感じが一応歯のツルテカのここのね、
プラナーっぽいプルプル感多少出るんだけど、コシナツアイスが渋いっていうのもあるし、ニコンのセンス、ニコンの味付けがそんなにキラキラにしないっていうのもあって、そう、あ、かっこいい、ニコンって再度下げた時にめちゃめちゃかっこいいんだよね。キャノンだとこうはならないっていうのは、うわ、かっこいいね、いいね、いいね。もうちょっとて、明瞭度、メルだけでも似合うね。メルド上げりゃいいってもんだよねな。いや、素晴らしい、素晴らしい。とりあえずだけど、あんまり微調整して元の状態がこれだ。全然ローでもいいもんね、これね。微調整した意味ほとんどないんだけど、まあこんな感じかなというと思いました。 JPEG、 JPEG と比べると、 JPEG がもうちょっと赤寄りの、もうちょっとシャドウが浮かしてきてる感じだね。ハイライト側はほとんど一緒だね。いやニコン JPEG やるなぁ。なんかこれ面白い、ほらちょっと緑いんですね、ニコン JPEG。 こっちの方がほら赤みが残ってるし、ちょっとマゼンタよりこれと比べるとね、確かほぼ赤みのみか。面白いな、赤み抜けてんのな、 JPEG だと。へえ、そういう考え方もあるんだなっていうのは、 JPEG を直接、 JPEG じゃない、ロー直接こうやって触って、しかも見慣れたレンズだからこそ感じる部分がありますね。ドーン。ああ、これ結構露出イメージ通り撮れてたな。よく撮れてる、よく撮れてる。コシナ、プラナ周辺まで非常にテンション高く。さすがプレーン。微妙に乱れてるけどね。まあ、しょうがないです、そんなの全然。あ、これ JPEG だった。かっこいいね。なるほど。まあ、大体いつもロー現像ものやってると大体後半黙り始めるんで。喋 れやって話なんだよ。奥行く。ああ、なるほどね。ああ、セブンティーン。イオはまだ16だからですよね。大人になってからのイオちゃんの曲を聴いて、あれ非常に構造的によくできてるんだと思いましたね。普通の A メロ B メロサビみたいな、そういう作りになってないでしょう。それを大人になってから、あ、こういうよくできた曲があったんだなって、なんとなく聞いたことあったなみたいな、そういうことを思いましたね。イオ、赤揚げ、赤下げ、赤下げだね。へえ、実にハードでかっこいい。あ、そうそう、これも見たかった。ダイナミックレンジの限界に挑戦みたいな絵面だったんだけど、普通に撮ってる時と同じで、あ、面白い。やっぱシャドウちょっと浮かせに来るんだな。なんでしょう、普通にローで屋外で撮ってる時に、こうやって顔、こう、何、顔じゃないや、背面液晶を見るともうやばいでしょ。こっち側のシャドウ側でもう完全に黒つぶれで、どうもデータ残ってねえと思うんだけど、ヒストグラム見るとここにデータちゃんとあるから、あ、大丈夫ですねって撮るんだけど、それのまたさらに JPEG をね、カメラさんがどう解釈して、え、なんつった今、JPEG もそうだし、ローもそうなんだけど、カメラさんがどういうふうにデータを記録するか、センサーとその後の描画エンジンとね。あとさらにローの場合は、ロー画像をライトルームなりに打ち込んだ時にどうなるかっていうのまたそれぞれ別の問題なんで。はあ、まあね、この写真の場合はどれぐらいシャドウが持ち上がるのか持ち上がらないのかね。最近でもね、肉眼だともっともっと全然明るく見えてるんですよ、もちろん。だけど、その肉眼で見たように
後からきっちり持ち上げるんだと言うと大体ダサい HDR みたいになるじゃないですか。そんな見えりゃ何でもいいってもんじゃねえぞっていうところに私もようやく大人になりまして、ぼかしゃいいってもんじゃねえとかと同じでね、その辺が情緒につながるなって最近つくづく思うんで、結構アンダーはアンダーで、意図してちゃんとアンダーならアンダーで取って切り捨てられるんならそれでいいやっていう発想になりましたね。これ大好き、こういうの。ちょっと日差しがなかったですねこの時ね。あーいいなー、いいなー、うん、素敵。あ、そう、あと最後に反射物も見たかったんで、おりゃ。あーなるほどね、シャドウがちょっと、もともとシャドウの階調がめちゃくちゃ豊かとは言えない感じかな。パッと見、そのなんだろう、パッと見色のりはいいし、コントラストは高いし、すごく感じのいい、受けやすい絵が撮れそうな感じはする、センサーとしてね。プラナって結構コントラスト高すぎてめんどくさい時があるぐらいだから、もともとコントラストそう高くない設定になってるんでしょうね。センサー自体のその依頼のものなのか、描画エンジンのものなのかよくわかんないですけど、別に普通に扱えちゃう。ただシャドウはちょっと切れ込むなという、そういう印象ですね。緑バスっていう感じですね。今あの天井の反射のとこ見てた。ジェフじゃなかった。あ、まあいいか、こっちから行こう。うん、かっこいいな。最近あのライカの R、 今度また動画でできたらいいなと思うんだけど、ライカ R のレンズを、お借りしたり、まあお借りしたらね、別に買ってないからお借りして、ちょいちょい試したりしてですね、何をしてたかというとね、そのモノクロでメーカーごとに、例えばツァイス、ライカで比べた時に、カールツァイス、ヤシコンとライカ R って似たような世代でしょ、で比べた時に何が違うっつってね、いろいろそのレンズの分析方法、僕の中でもだんだん発達してきてて、自分が撮りたい、こういうモノクロ写真が撮りたいなって、モヤモヤーンっていうのに対して、どういう、どのレンズを使うと自分の望んだトーンに近い、ものが手に入るかなっていうんで、あれこれ試させてもらった。最終的にツァイスに戻ったんだけど、あの非常に勉強になりましたですね。そういう風にやっていくと、あの試して比べてってやっていくとね、勉強になることが非常に多いので、皆さんもぜひそのあたりですね、分析的にやると面白いよ。でもちろん撮るところに結びつけなきゃ意味がないんでね、そうそうそう、おっさん写真でもまた話がしたいのがあって、この後撮れるかな、話としてまとまったら撮りたいな。あの写真を美意識を感じる回路がないっていう話をね、最初の頃にしましたけど、それをまた繰り返すような出来事というか、そういうことをまたふっと思い返すことがあったんで、おっさん写真でもまたお話ししたいですね。そのわけで皆さん、暑いですけどもご自愛ください。私は毎日元気にあれこれレンズを使ってはうろうろ散歩をしてですね、サンダルを買って涼しい格好をしてね、やってます。そのわけでまた遊びましょう。じゃあね。